都強行のピッチでどんなアピールできるか。あー、いいコントロールだ。アラの走り込んでシュートイン。柔らかい。決まりました。アラのこれで3試合連続のゴール。リオデジャネイロオリンピック年代躍動。アスベス公園競技場。プロ入り後初の3試合連続ゴール。アラの。次の世界へ猛アピール。まあ、この上原拓郎のボール良かったですよ、はい、このコントロールでイメージ通りじゃないですかね。あとは、まあ、柔らかい落ち着いたシュートでしたね。よく見えていますよね。でもこういうボール上原拓郎選手入れることできますからね。左足精度高いですよ。連続で得点取ってるっていうのもあるんでしょうね、はい、ゴール前で落ち着きありますよね。